発言をいただきます。本日は、子ども未来戦略方針案についてご議論をいただきました。若年人口が急激に減少する2030年代に入るまでが少子化トレンドを反転することができるラストチャンスです。今回の戦略の基本的考え方として2つの重要なポイントがあります。第一に経済成長実現との両立を図り若者子育て世代の所得を伸ばすことです。このため新しい資本主義のもと力強い成果が出始めている賃上げと人への投資民間投資の増加の流れを加速化することで安定的な経済成長の実現に先行して取り組みます。そして経済成長の果実が若者子育て世代にもしっかりと分配されるよう最低賃金の引き上げや三位一体の労働市場改革を通じて持続的かつ構造的な賃上げを実現してまいります。第2にスピード感です。児童手当や子ども誰でも通園制度の取り組みをはじめ必要な施策は来年度から速やかに実施をしていきます。次元の異なる少子化対策としては3つの理念すなわち構造的賃上げ等と合わせて経済的支援を充実させ若い世代の所得を増やすこと、2番目として社会全体の構造や意識を変えるということ、3つ目すべての子ども子育て世帯をライフステージに応じて切れ目なく支援すること、この3つを基本理念として抜本的に政策を強化いたします。これまでの議論を踏まえて試案における加速化プランの内容を具体化することに加え高等教育費のさらなる支援拡充策今後子ども大綱の中で具体化する貧困虐待防止障害児医療的ケア児に関する支援策についても前倒しして実行することとし全体として3兆円半ばの充実を図ります。これらにより我が国の子ども子育て関係予算は子ども1人当たりの家族関係支出で見てOECD トップ水準のスウェーデンに達する水準となり画期的に前進することとなります。財源の在り方についてもご議論いただきました。次元の異なる少子化対策と若者子育て世代の所得向上等いわば車の両輪として進めていくことが重要であり少子化対策の財源を確保するために経済成長を阻害し若者子育て世代の所得を減らすことがあってはなりません。少子化対策の財源はまずは徹底した歳出改革等によって確保することを原則といたします。全世代型社会保障を構築する観点から歳出改革の取り組みを徹底するほか規定予算を最大限活用いたします。このことによって実質的に追加負担を生じさせないことを目指します。経済成長の実現に先行して取り組みつつ歳出改革等を複数年にわたって積み上げていくことで安定財源を確保してまいりますが2030年の節目に遅れることがないよう少子化対策は前倒しで速やかに実施することとしその間の財源不足には子ども特例公債を発行いたします。経済を成長させ国民の所得が向上することで経済基盤及び財政基盤を確固たるものとするとともに歳出改革等による公費と社会保険負担軽減等の効果を活用することによって
国民に実質的な追加負担を求めることなく少子化対策を進めてまいります。これまでのご議論を踏まえて試案を具体化し、さらに拡充させることができました。今後与党とも十分に連携しつつ、骨太の方針に向けて子ども未来戦略方針を取りまとめてまいります。皆様方におかれましては、引き続きご協力をいただきますようお願いを申し上げます。